だから嫌とか嫌じゃないとか関係ない、もう決めたらやるっていう。お笑いの人たちが今日は悲しいことがあったんで笑える話はできませんって言える、厳しいんだ。厳しい、優しいって言うんだと思ったら厳しいんですか。厳しい。体がダメになることで心引っ張られるってやっぱあるなって思った。それはね、実感した今回。そこまでどん底のメンタル状態からどう、もちろんそのもう一人の自分がおいおいおいってのは分かるんですけど、実際どうやってこう元に戻していったんですか、メンタルを。精神的に何か戻そうとかじゃないね。その時に思ったのは、とにかく決めたことをやろう。そのしんどいからやらないとか、ネガティブになってるからこう考えようとかじゃないね。その時に感じたのは、体と心って直結してる、だから体に対して必要なこと、やらなきゃいけないことを全部自分でスケジュール決めてやろう。それが好きとか嫌いとか関係なくやろうっていう、まずやるっていうことだけ、はい、だから嫌とか嫌じゃないとか関係ない、もう決めたらやるっていう。でもそのすごい落ちてる精神状態で、かつそういう厳しいことをあまり許さないようなことを自分に課すと、余計メンタル的に落ち込むんじゃないですか。でもさ、落ち込んでるからやらない理由にはならないよね。そうですけど、とは言ってもってなりません。その関係ある、それ。例えば自分の身内が死んだから今日はステージ立てません、関係ないよね。昔の僕はそうだった。でもプロとして、まあ、男として、じゃあ質問するけど、お笑いの人たちが今日は悲しいことがあったんで笑える話はできませんって言える、言えないですよね。それプロじゃないじゃん、面白いから面白い話をするんじゃなくて、面白い話をどんな状況でも仕事だからできるからプロなんじゃん、それを届けられるからプロなんじゃん。自分が面白いから面白いことができる、面白いことが言える、笑える、それプロじゃないよね。プロってのは自分がどんな状況でさえ人を笑わすことができる、だからプロなんだよね、はい、それ僕も一緒。自分がどんな状況でもステージに立って届けなきゃいけないものがある、だからステージに立つ、どんな悲しいことがあっても、苦しいことがあっても、辛いことがあっても、それステージと関係ないし、じゃん。そうですね。じゃあそれはステージだからやるのか、違うよね。何の準備もなくステージだけ上がって、じゃあプロとしてできるか、パフォーマンスできるかって違うよね、はい、自分の生活からすでにプロとしてのそのやるべきことって決まってるわけでさ、だから決めたらやる、それだけ。そのしんどいとか苦しいとか関係ないよね、決めたことやる、それだけで。どの辺から気持ちがついてくるようになるんですか。その決めたことをやるって実際動くようになるわけじゃないですか。決めたことをやってるうちにできなかったことができるようになってくるんだよ、はいはい、ちょっとずつだけど。昨日はこんだけしかできなかったけど今日はここまでできたとかね、はい、あ、喜びが出るんですね。そしたらおお、成長してんじゃんやれるよお前みたいな、もう一人の自分が、そうそうそう、まだやれる、もうちょいいけるなみたいな、明日はここまでやってみようみたいな。だけど行くだけじゃないから、戻る時もあるし、うわーって思う時もあるんだよ、また戻ったみたいな本当それこそさ、あの2歩進んで3歩下がるみたいなとかよくあったんだよ、はい、戻ったぜみたいなでも、進んだっていう事実は存在するわけだから、
戻ったことに焦点を置くんじゃなくて、進んだっていうことに自分の重きを置いて、大丈夫、進んだから進めるっていう、でまた繰り返す、うんうん、そうするとこの前はこれぐらいやって戻ったなとかね、下がったなとかね、感じるんだけど、今回下がんねえな、もっちょい行ってみようっていうのを何回も何回も自分にちょっとずつ負荷かけてって、ちょっとずつしんどいなと思うことを重くしていくんだよね、はい、トレーニングから何から決めたこと、はい、歌だってそう、あの発声の練習だってそう、もう全てにおいて、でその進んで戻って、進んで戻って、進んで戻ってを繰り返しながら、ちょっとずつちょっとずつ前に進んでいく中で、これだなっていうこれだなと、うん、まあこれを届けることが僕の役目だろうなって、うん、やっぱりまだこの立場でいること、うん、まだ応援してくれる人たちがいること、うん、まあアンチも多いけどね、めっちゃ多いですよね、うん、アンチも多いけど、僕を応援してくれる、ね、仲間やファンも多いじゃん、はい、だから僕は別にアンチだからダメとは思ってないしさ、うんうんうん、まあ、その人たちはその人たちそれなりの楽しみ方があるんだろうから別にいいじゃん、うんうんうん、で別に僕はそこフォーカスしてないしさ、うん、みんなにそう何かを届けたいではないから、うん、僕は僕を応援してくれているファンのみんなに、うん、少なくとも一緒の時代に生まれて出会って何かしら僕から感じてくれてるわけだから、うん、その彼らに届けよう、うんうんうん、これを届けよう、諦めちゃダメだ、前に進まなきゃダメだ、止まっちゃダメだ、で進めば必ず戻ることもある、でも進み続けることが結果として距離を伸ばすことになる、だから諦めないで、とにかく決めたことをやり続ける、繰り返すって大変だよ、しんどい時もあるし、でもしんどいからやらないではなくて、しんどいけど決めたからやる、決まったことだからやる、嘘つきになるから、だからやろうって決めてここまで来たって感じ。何ヶ月ぐらいで精神は戻りました、その鬱的な状態からリカバーしたのって。段階があったよね、落ち込んだ、はい、最初にまず目が覚めて、すっごい体の調子がもう悪くて、その時がまず一回来てて、その時はおい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 っていう感じ、はい、そっからちょっと精神的にもマシになっていくっていう状態から、今度脱毛が始まった時、ドーンって落ちて、そこ一番落ちて、うん、肌がボロボロになってドーンって落ちて、はい、ほーみたいなマジかっていう感じ、うん、だけどもう死にたいと思うぐらい、死にたいとは思ってないな、死にたいじゃなくて、これ死ぬんかなってなるほど、うん、このままいったら死ぬんかなっていう感じ、死にたいはない、どんなことがあっても自分から死のうとは思わないし、それはやっぱり応援してくれてるファンに対しての裏切りだよ、絶対ダメだと思う、だからどんなことがあっても最後までもがいてそれを届けることが応援してくれてるファンのみんなに対する答え、最後の答え方なんじゃないのかなって思うんだけどね、その現実の自分でどん落ち込んでる時に、もう一人の自分がいやおいおいお前ガクトだぞってなるわけじゃないですか、その時のメンタル状況、その現実の自分はそれに対して何て答えるんですか、何を思うんですか、いやお前ガクトだぞマジかっていうところから、はあ、落ちてる時は正直それに対して何か答えてるかっていうと答えてないんだよね、もう何も答えれないぐらい結構ダメージ受けてたから、だけど自分がダメージ受けてるかどうかって正直どうでもよくて、そこじゃないっていうか、
ダメージが治ったから何かやるではなくて、ダメージを受けてるかどうかは関係なく決めたことだけやろう、決めたことは必ずやろうっていう、それがもう何より大事だと思う。とにかく決めたことはどんな状況でもどんなに苦しくてもやろうってって感じ。あれみたいですね、その野球でピッチャーが不調の時に伝令みたいのが言ってなんか言うじゃないですか、ガクトだぞみたいなことをその不調のピッチャーに言ってまたパーって帰ったりするじゃないですか。こうたまにはもう一人の自分が優しい言葉をかけたりするんですか。パーって伝令みたいに来てリラックスとかなんかそういう、ないないですか。いや、まあ、厳しいんですよ。優しい言葉は友達がかけてくれるじゃん。あ、大丈夫とかさ、はい、でも大丈夫じゃないじゃん。そうですよね。だけどさ、そうやってそんな状況でもさ連絡を送ってくれる仲間や友達がいっぱいいてさ、早く会いたいってファンの子たちからメッセージをもらってね、落ち込んでる場合じゃねえだろうって、まずやることやれよって、やることやんないで、一緒だよダイエットと、やることやんないで痩せれないって言ってるのと一緒だよ。はいはい、何度か言いましたね僕。やることやってから言うやって、散々やることやり尽くした後にそれでもその時はできなかった時、何にも結果が出なかった時はその時は笑っていいじゃん。やることはやったって、もう殺せみたいな。なるほど。だけどやることやろう、やることやろうっていう、もう自分に対しては本当そんな感じ。だから決めたことをとにかくやる。だからもう精神的にもダメージ受けててやりたくないなって思う時とかもやっぱりいっぱいあるんだよ。だけどその時にやっぱ助かったのは秘書の存在だよね。うちの松岡はすごいね、厳しい。厳しいんだ。厳しい。優しいって言うんだと思ったら厳しいんですか。厳しい。我がトレーニングしますよみたいな。厳しいみたいな。もう時間ですよ、トレーニングしますよとか。で松岡さん、ガクさんとマルタでいる滞在してる時に腹筋バキバキになって帰ってきたんですよね。そう。その仕返しじゃないですか。バキバキになって帰ってきたからね。本当に一緒にやってるから。はい、まあ、ちょっとずつ負荷もかけていって、でしかもやっぱ3ヶ月ぐらいねずっとやってたじゃん、はい、いやーすごいね、やっぱそれ助かったよね。やっぱり厳しい人がそばにいるといいなと思った。やっぱり甘い人がいても休んだ方がいいよ、休んでいいよって言われたら、はい、人って休む、うんうん、甘えちゃうから。でもそこで言われるとぐっさくるんだよね。うわーって、別にそれ下に見てるわけじゃないよ、はい、下に見てるわけじゃないけど、言われるとうわー秘書に言われたみたいな。松岡さんにそんなド S なとこがあったんですね。なんかもうね、やっぱそれに対して自分にさ、シャワー浴びてる時とかに思うんだよね、おいおいって、お前もまだまだだなって、人から言われてやってるレベルじゃまだまだクソだぜみたいなね、ことをやっぱ自分に言ってんねん。病人にみんな厳しいな。決めたことぐらいやれよお前、ガクトだろみたいなね、なんかそれを自分に言ってんだよね。はぁって、でもそれがあった おかげで本当に毎日毎日ずっとやり続けることができて、やっとここまで戻って、うん、でマレーシアで戻ってから、まあ、ここ最近だよね、仲間が一緒にまた参加してトレーニングするようになって、はい、でもちろんみんな知ってるじゃん、はい、僕病気したってことも、はい、でどんな状況だったかっていうことも仲間だからみんな知ってる、はい、でもトレーニングするじゃん、はい、もちろん僕的には前みたいにできてるとは思ってない、うん、だけどみんなが言うにはお前本当病人かよみたいな。
どこが病気よみたいな。だって今日もこの後4時半からやるって言ってましたよね、うん、なのに朝からこうウォームアップという名のハードな筋トレみたいのもやってますよね。いやそれ決めたことだからやってるだけで。ガク年明け逮捕か。前代未聞の問題作。ガクトがついに真相を告白。メディアに流れる様々な噂、それらに沈黙を貫いてきたガクトに全ての疑問をぶつけたノースビレッジ編集部。真相が気になっていた全てのファンの皆様、そしてアンチの皆様、お待たせしました。ガクト本人が初めて NG なしでスキャンダルと炎上騒動について全ての真相を告白。炎上やスキャンダルにさらされても何度でも立ち上がるガクト、彼を突き動かすものは何だったのか。さらにガクトが最も信頼した超側近者のエースが数々の疑惑に証言した。これが真実だ。未だに残る疑惑の数々に対し、客観的な第三者の証言と証拠とともに真実が白日のもとにさらされる。ガクト敗戦記。2023年9月4日全国書店にて発売。果たしてガクトは黒なのか白なのか、それを決める陪審員はこの本を読んだあなただ。 Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always welcome on the wild side.